ノックス軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3万1883人であり、2000年の3万1795人から0.3%増加した。軍庁所在地はバーバービル市であり、同軍で人口最大の都市はウィットリー軍にもまたがるコービン市である。 ノックス軍は1800年に設立され、軍名はヘンリー・ノックス将軍にちなんで名付けられた。軍内のどこにおいてもアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍であるが、例外は公ン市の軍内に入っている一部である。公ン市では2006年の住民投票で資格付けされたレストランでの飲料としてのアルコール販売を認め、さらに2012年には、 小売りすべてを承認した。軍人口が大きく減少することもなく石炭の生産を続けている軍として、州内では数少ないものの一つである。ノックス軍は1799年12月19日に、リンカーン軍から分離して設立された。軍名は将軍かつ、アメリカ合衆国陸軍長官だったヘンリー・ノックスに、ちなんで名付けられた。 南北戦争の1861年9月19日、軍内でバーバービルの戦いが起こり、南軍、フェリックス・ゾリコファー将軍の兵士800名と、キャンプ・ディック・ロビンソンを守ろうとする北軍病300名が戦った。北軍は、南軍が橋を渡って進軍して来ないよう橋板を剥がしたが、多くの南軍病が突破した。南軍はキャンプを破壊し、 そこにあった武器や装備を捕獲した。ノックス軍の当初の領域には、周南東部にある軍の全部あるいは一部が、含まれていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は387.71平方マイルであり、このうち陸地387.66平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.01%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の公共教育は3つの教育学区が管轄している。ユニオンカレッジは、ユナイテッドメソジスト教会系列の小規模教養系カレッジであり、バーバービル市にある。ありがとうございます。